小倉競馬場第8レースは3歳以上500万円以下ダートコース1000メートル、メンバーは14頭です。ゲートインは向こう上面の左手、ダートコース2コーナーを回り切ったところ、各馬のゲートインが順調に行われています。風はやや強く1、2コーナーから3、4コーナー方向に吹いています。14番タガノシバナ収まってゲートインが終わります。スタートしました。綺麗なスタートを切っています。まずは14番タガノシバナ高ダッシュ、リード体半分、力は1番テイエムスグレモン押して出ていきます。あとは13番ファステンバーグ、間からは7番キャラメルフレンチ、4頭固まりました。5番と9番上りレール、あとは1馬身後方11番モンスールデジール外、内は2番ブラックランナーで3コーナーを回ります。1馬身半後方8番アイスフェアリー交代気味、代わって上がっていく12番アイアンヒロインです。内からは5番ウィッシュノート上がっていきました。あとは10番稲妻マンボ、3、4コーナー中間、あとは内3番名称祭人、外は6番西野ダンテ、最後方に4番成田アマリリス、4コーナーを回って直線に向かいました。前は8枠2頭並んでいます。13番ファステンバーグ、14番タガノヒバナ2番手、外から2番ブラックランナー接近、3番手から2番手前に接近してくる、あとは9番上りレーブ、4番手から3番手に浮上、あとは12番のアイアンヒロインです。前は入れ替わって2番ブラックランナー抜けた、リードは3馬身、2番ブラックランナー完勝降臨、2着はわずかに打ち。13番ファステンバーグ、あとは10番稲妻マンボ、9番上りレーブ、12番アイアンヒロインと広がっていました。2番ブラックランナー、安城松山公平騎手、今日2勝目、ブラックランナーはこのコースで2勝を挙げています。タイムは58秒1、後位追走2番ブラックランナー、直線で前を捉えてしかも突き抜けました。2着は13番ファステンバーグ、粘って3着は広がっていました。10番稲妻マンボ、9番上りレーブ、そして12番のアイアンヒロインです。タイムは58秒1、上がりタイムゴールまでの 800m は46秒0、 600m は35秒8でした。突き抜けました2番ブラックランナー、ゴール前3馬身から4馬身後続を離して完勝。2着は13番ファステンバーグ残して、3着わずかに9番の上りレーブが上がっています。内は10番稲妻マンボ、あとは12番アイアンヒロイン、この順番かと思われます。第8レースが終わりました。2番ブラックランナー、安城松山公平騎手、1レースに続いて今日2勝目となります。1着2番ブラックランナー、2着13番ファステンバーグ、3着4着は写真判定となりました。県内は10番稲妻マンボと9番の上りレーブです。5着12番のアイアンヒロインです。確定までお待ちください。